私のビデオを見てくれてありがとう。この動画が気に入ったら気に入って共有してください。チャンネル登録してもっと動画を視聴することを忘れないでください。五等分の花嫁118話、最新話ネタバレあらすじ。にのは幼い頃に勝手に変わっていく四つ葉のことを思い出しながら、一人変わっていく彼女が疎ましかったとなじります。四つ葉は自分勝手なことを頭を下げて詫び、だけれども自分の願いは自分と風太郎の付き合いを認めてもらうことだと言いました。なぜ自分がそんなことを認めないといけないのかというにのですが、その時物音がして二人は疑問に思いましたが、チューという鳴き声からネズミがいるだけだと納得します。物音は風太郎がドアを開けようとしたからで、次はスマホで二人に出て行ってもらおうとするのですが、五月は画面が光って見つかるからと止めました。教室から出ようとするにのですが、四つ葉が手を握って止めると、にのは勝手に付き合いと激高します。四つ葉はそれは自分と風太郎だけの問題ではなく、五つ子も含めた問題なので彼との関係を認めてほしいと言いました。しかしそれはすぐではなく、何年かけても自分の思いがどれほど強いかを見ててほしいと言います。にのが自分がすぐに納得できないのを分かった上で茨の道を進むのかと問うと、四つ葉は風太郎と同じくらい姉妹が好きだからと答えました。二人は姉妹はこれからずっとライバル関係だと話し、にのは自分の気持ちも収まらないから四つ葉が油断したら風太郎を奪うと宣言します。四つ葉がそれを了承すると、にのは二人に出てくるように言うのでした。にのは風太郎に、そういうことだから油断しないようにと宣言し、五月は厄介な姉妹に手を出したものだと言います。そして五月は自分のモヤモヤの正体が他の姉妹のことを考えていたからだと察しました。五月は塾で恋に敗れて、泣く生徒を恋の記憶はあなたをより輝かせるから手放さないでと慰めます。そして霊などして風太郎に初めて会った時、お守りにあるものを入れたことを思い出し、スマホに貼った五月、風太郎、ライワのプリクラを見つつ、風太郎を心の中で祝うのでした。主要キャラの問題は受験以外済んだようなので、次回は風太郎と四つ葉の2度目のデート会が見たいものです。激動の会が続いたので、そろそろ二人がのんびりと素直に楽しむ様子を見せてもらえたらとても面白いことでしょう。他に問題があるとすれば、五つ子の義父の丸尾のことで、もし彼が風太郎と四つ葉の仲を知ったらどうするのでしょうか。今更大反対して家庭教師をクビ、マンションに出入り禁止とはならないと思いますが、もし彼に知られたら少し怖いなと思いつつも、どんな反応するか見てみたいものです。あと風太郎が大学のどんな学部を志望し、そしてどんな将来を考えているのかも明かされてほしいものです。